三角さんの三角コーナー。このプログラムでは三角さんの3人がどうでもいい話をどうしようもなくグダグダとお送りしております。まあそういうことで、それではどうでもいい世界へ。コンバセーション1。どうも、内田朝日です。山口翔吾です。マーキーです。第3回目ということで、はい、三角さんの3、三角さんの3、各コーナーの3回目になるってこと。3つの締め、節目。びっくりした。いやいや、締めない。いや、始まったばっかりだからね。マーキー終わらせたって思って、まさかのマーキーが終わらすっていう、ね、何まさかのって、いや、なんでもない、あ、ない、うんうん、あのマーキーが終わらせるのか、うん、あ、そう、俺はね、これはね、うん、もう一回ちゃんと話しときたかったんだけどさ、うんうん、マーキーって出身どこだっけ。群馬だよ。あ、そう、うん、え、何、あ、え、違うのを求めてた今。いや、いいの。群馬って東北でしょ。違う、関東だよ。関東、いや、本当に西の人本当に東北だと思ってるからね、群馬。だって本当は東北でしょ。違う違う違う、北関東だよ、北関東。だからさ、北ついてるでしょ、うん、北はちゃんとつけてほしい。東北の関東の近くって意味のことでしょ、多分。違う違う違う、関東でも北にあるよっていうから北関東って一応言われてるけど、そこはっきりしたよね、うん、関東の北なのか東北寄りの関東なのか、うん、あ、違う、関東寄りの東北なのか。南東北とは言わない。いや、東北ではない、南東北ではない。あ、そう、東北ではない、あの関東だからね。そうなの、うん、ちゃんとあの天気予報見ると関東に位置してるから、しっかり。そうかそうか、うん、この前ね、うん、俺ちょっとあの東北の方にね、うん、ああ行ってきたんですよ。はいはい、奥さんとちょっとドライブも兼ねて、うんうん、まあ、被災地もあのあれ以来行ってなかったし、うん、震災後ね、うん、東北に行ってなかったから、うん、ちょっと行こうと思って、うん、で群馬通るじゃん、うん、通るね。何にもなかった。いや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 、あるでしょ。ほんと、うんうんうん、あ、ここ群馬県か、あ、ここがマーキーの出身地だなと思いながら走ってたんだけど、うん、何にもなかった。バカにしてんの。してないしてないしてない、してない。ちょっとしてないよ。いやいやいや、これ群馬の人聞いてたら怒るからね。あるから、すごい。うちの母親群馬だよ。そうだよね、うん、前橋だもんね、うんうん、でもね、母親もね、群馬なんもないよ。いやいやいや、あるんだって言うよ。いやいやいや、じゃあさ、教えて、うん、何か俺わかんないの、群馬のその例えば名物とかさ。いや、もうこれはもう普通にネギとこんにゃくでしょ。下仁田ネギと、あ、うん、こんにゃく有名。確かに下仁田ネギは聞くね、うんうん、下仁田ネギは言う、うん、多分そういうブランド野菜で、うん、一番初めに覚えた名前かもしれないな。ちっちゃい頃に覚えたよ、それは。あ、そう、うん、今ほらいろいろあるじゃん、尾花沢スイカとかさ。おお、すっげえピンとこねえわ。俺も全然わかんない。ブランド野菜あるじゃん今。もうちょっと、うん、ちょうだい、もうちょっとちょうだい。聖護院大根と桜島大根、うん、ああ、はいはいはい、桜島大根は聞いたことある、うん、桜島大根ってようやく来たな。高知のなんかナスとかさ。え、今俺今自分で言ってすげえ滑ったと思った。なんか普通に高知の桜島大根からのね、からのね、高知のナス、それは普通だわ。植木のスイカとかさ、夕張メロン、あ、夕張メロンはね、そういうことでしょ、ね、うん、下仁田ネギって夕張メロンに並んでない。いや、どうなの。いや、でもメジャー度は高いでしょ。高い高い。夕張メロンには並んでないでしょ、さすがに。いや、ここはちょっとね、胸を張って言いたいね、うん、下仁田ネギ。なんかそれまたエコーかけてもらえると思った、ね、ちょっと狙ってた。狙ったよね、まあ、絶対かけないよ。絶対かけない。なんで、いいじゃん、かけてもらっても。なんか粒立てて言ったけどね、絶対かけないよ。絶対かけない。いや、でも夕張メロンより有料だからね、エコーかけるの。そうなの、払ってないの。有料だよ。いや、ま、払って俺36円。え、安っ安っ。
三角さんの三角コーナー。カンバセーション2。ショーゴってさ、うん、絵描くじゃない。あー、はいはい、たまにね。俺ね、結構ショーゴの影響で好きになったアーティストっていうのが多いんですよ。絵の、うん、もちろん知ってはいたけど、うん、俺そんなにアンディ・ウォーホールとか昔興味なかったの。うーん、20代の中頃かな、正午にね、ジュリー・バンホーベンっていうアーティスト、はいはい、絵も描くけど、まあ、アーティストだね、あの人はね、うんうん、空間も作るし、うん、クリス・ラチャペリもそうかな、写真集、うん、写真家ね、この人は、うんうんうん、あとアンディ・ウォーホール、この辺知ってはいたけど本を買って読んで吟味するっていう経験をしたのは、まあ、山口翔吾に知り合ったからなんだよね。うーん、もともと好きだったの？もともと好きだったな。そのアンディ・ウォーホールなんかはまあ、うん、絶対誰もが見たことある絵だったりするじゃない、うんうんうん、まあ、その人がこの絵がアンディ・ウォーホールの絵だって知らない人ももちろんいるだろうけど、うんうん、まあ、知らず知らずのうちにね、そのやっぱ触れてきたものだったからね、うん、アンディ・ウォーホールでさ、例えばみんなが知ってそうな作品、うん、これそうだよってピンとくるのって何がある？ウォーホールだったらやっぱりモンローとか あの顔が並んでる、はい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 、写真にお化粧してるやつ、写真にお化粧してるやつ、うんうんうん、とか、あとバナナかな、うんうんうん、バナナの絵、うんうんうん、あとあれもそうだよ、コカ・コーラの瓶のデザイン。あ、そうなんだ。うん、そっか、そだから、あとキャンベルのスープの缶のデザイン。ああ、いやいや、あの缶のやつでしょ、うん、あの赤と白の、実際にあの缶があるからさ。ああ、うん、逆にね。そうだから、逆じゃねえよ、逆じゃないそうだね、うん、あれジュリー・バーホーベンとかさ、うん、そのビトンとコラボしてね、うん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 、バックにあの人の描いた絵が載るモノグラムのバックに、それでやって、俺それで知ったのよ。なるほどね。それで知って、そしたら村上隆さんもやったでしょ、うん、ビトンと村上さんのやつはちょっと可愛い、そうそうそう、動物みたいなマスコットだったり、うん、六本木ヒルズのキャラクターとかに近いやつで、ジュリー・バーホーベンの時はなんかね、キノコとかそういうのだったよね。キノコとか蝶々とか、うん、そうそう、そういうのがだったよね。俺だから、うん、俺村上さんの世界観も好きなのよ。でだからね、うん、ビトンとコラボをするっていうのが、うんうん、俺ちょっと夢なんだよね。じゃあ三角さんでコラボしよう。ビトンとルイ・ビトンと、うん、ちょうど、あ、そう、今回から、うん、前回だ、この YouTube のさ、うんうん、トップに使ってるさ、トップも何もないか、画像サムネイル、はい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 、書き直してもらったんですよ、うん、そう、そうね、最初に書いたのがさ、うん、朝日にさ、うん、適当にその場に「はい、書いて」って言われてさ、そうだね、おーおーおーっつって書いたやつだったから、うん、なんか自分的にあんまりうまく書けなかったってのがあって、うん、ちょっとなんか単純に簡単に書き直してきた。いや、いいと思うよ。いや、いいよ、本当、うん、でもあそこで書いてって言ってさ、うん、おーって言って書いた時のフィーリングはちゃんと生きてるね。そうそうそう、そうだね、なんかちゃんと手書き感っていうのは出したかったから、うんうん、まあ手書きだけどね、うん、まあ気に入ってもらえて何よりですわ。いいよね、でもね、すごい、うん、新しい方のねバージョンもね、うん、これ、うん、たまに変えていくみたいなことはできるの？できるんじゃない？俺この三角の中の三角に顔があるバージョンも一応書いたんだけど、うんうんうん、そうそう、これで完成してたら、うん、家でね、うん、奥さんが、うん、そこに顔書いてくれって言うから、うんうんうん、書いてみたやつもある。変な話ね。変な話じゃないけどね変な話じゃない、うん、どういうことだよ。じゃあ次の時はそれ使う？いや、使ってこうよ。でそのいろいろ
ね、変えてみてさ、ね、まあ、ただ顔がついただけだけどね、うん、しょうもない顔が、うん、でも少しずつこれさ、変えていこうよ。そうだね、この感じでさ、うん、どんだけこっからどうなっていくのかっていうさ。そうだね、ぜひお願いして。カラフルになってみたりとかさ、うん、ああカラフルなのいいね、うん、色入ったらね。ルイ・ヴィトンもそういうアプローチあったけどね。やっぱね、ルイ・ヴィトンにアプローチしていくためにはいろいろやっぱ試していかないとね。そうだね、そうだね、ルイ・山口でしょ。三角さんの三角コーナー。カンバセーション3カンバセーション3。それやるの毎回。いや違うよ、俺らが笑ってるのは、うん、変な意味じゃなくてマーキーが変だなっていう。いやいやいや、すげえ変な意味じゃねえかよそれ。いや変な意味じゃないよ。変な意味だろそれ。まっとうな、まっとうな意見、うん、マーキーって変だなって。マーキーってさ、うん、家具作ってる時やたらかっこいいの知ってる？知ってる。知ってんの？すごいよね、うん、なんかね、マーキーってあれでしょ、大工さんなんでしょ。え？まあ大工してたっていうね。そうそうそう、大工さんだったってこと。そう、昔家を作ってたっていうね。そっか、そうなんだよね、うん、作ってたんだよね。そう、なんか朝日作ってもらったりしたんでしょ。うん、本棚作ってもらった、うん、プリンターが、うん、家のプリンターがぴったり入るっていう。でプリンターの紙のトレーとかが開きやすくてっていう、もうオーダーメイドのカスタムオーダー、作ったね。木の選び方とかさ、うん、図面引いていくんだよ、うん、でそれを切る人に渡すの、うんうん、でちょっとあれしたらさ、いや僕やりますって言ってさ、裁断所入っててさ、うん、指示出してんだけど、うんうん、輝いていたよ。あ、じゃあもうね、いや、やめちゃえば。もうなんでだよ。なんでだよ。まあ確かにね、物作りは好きだよ。でも俺それは、いやかっこいいよねそれは、うん、別で続けた方がいいと思うんだけどな、うん、いや機会があればね、やらせてもらえる機会さえあれば作るけど、うんうん、なんか作ってよ俺も。ちゃんと材料費と手数料を払うからさ、もちろん。いや全然、なんかこういうの作ってっていうアイデアがあれば全然作るけどね。ああ、俺でも本当に作ってもらいたい、テーブルを作ってもらいたい今。なるほどね、うん、あの、うん、ちっちゃい、うん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 、え、それはさ、例えばなんか、うん、なんだろう、家具屋さんで買うような値段よりは全然安く作れたりするの？どうだろうね。でも量販店とかだとさ、結構俺安く作れちゃうけど、うん、でもまあ材料とかこだわらなければ全然安く作れるんじゃない。あとは自分のなんだろう、オリジナリティのあるものが多分作れると思う。なるほどな、うん、サイズとかはもうパーフェクトにできるわけじゃん、うん、高さとか、う、ね、うん、高さとサイズがパーフェクトって、うん、テーブルとか棚、うん、すごいことだよ。なかなか出会わないよね、うん、まあ出会うことはないよね。お、うん、うんうん、やっぱ作ってもらわないとさ、うんうんうん、そうだね。そういうの言って、全面的に言って、欲しい時は、うん、そしたら作る。ラミーズのさ、うん、実家のお店ね、うん、お庭にさ、うん、なんて言ったらいいのあれ、ウッドデッキ、うん、それ、うん、早っ解決の、結構ポピュラーなものが出てこなかったから今ログハウスって言いそうな、そんなもんにはいないわ、うんうんうん、の屋根の張り替えとかさ、うん、やったね、マーキーが全部やってくれて、うん、そっか。じゃああれだね、マーキーお父さんになったらすごい日曜大工とか、うん、すごいね、まあ、日曜大工っていう大工だったからね。あ、そうそう、本格的なものだよ。あと、うん、そうかそうか、ホームセンターに行った時に、うん、俺らの知らないものを知ってるわけよ。なるほど。それラティス外に貼るんでしょみたいな、うん、うんって、じゃあ何か何とかかんとか買わなきゃダメだよって、何それみたいな、雨に濡れても腐らないオイルステンね、やつみたいな、うん、そんなものがあることを知らないでしょ。知らない、うん、やっぱり何かにね、長けてるってやっぱかっこいいことですよ、
初めて俺マーキーかっこいいって。なんか褒められるとなんか調子狂っちゃうよね、うん、なんか嫌だけどかっこいいと思った、うんうん、大丈夫大丈夫朝日大丈夫今度ね。でもなんか家で必要なものあったら言ってくれたら作るよ。うん、何が必要かなと言ってもなかなか出てこないんだよな。安らぎ、それは作れねえな。三角さんの三角コーナー。カンバセーション4。カンバセーション4ですよ。やっと来たね。来たね、ついに来たよ。いや流動的、さすがだね。ね、来ないと思ってたけどね、4はね。いやね、俺もね、うん、なんだかんだ言ってて行かないんだろうなと思ったけどね。うん、ついに4に来たね。来ちゃいましたね。かといって別に話すことないんだけどね。ないんかい。ないんかい。でも今まで3でね、眠っていただいた人がね、4まで届いてくれた。いや、ちょっと待って、マーキー。確実に眠ってるっていう体、本当にどうしてんの、それ。いや、まあ、子守歌になってればな、みたいなさ。まあね。うん、そうね。まあ、そうだよね。うん。それは最後までちゃんと聞いてくれる人もいるわけだから。そうだね、うん、だって花言葉の下りとかさ、うん、第1回目かな、うん、面白かったって言ってくれる人いたんだよ。それは最後まで聞いてくれたからだよね。そうだね。でもそれはね、花言葉の存在が面白いんだよね、それ。うん、俺たちが面白いわけではないっていうことをちゃんと肝に銘してね、うん、どんだけ自信満々に変なこと言ってんの、あなたは。どんだけ自信満々に自分を卑下してるの。うん、花言葉って誰が決めてんだってね、みんな思ったみたい。そう、本当に。いや、なんかそれはやっぱ謎だよね。うん、すごい、いろいろ連絡いただいた。本当そうだよねって。うん、うん、それを何今調べてくれるの。ちょっと調べてみようか。花言葉は誰が決めてるんだって、うん、そうなのよ。だってもう本当に、しかも、うん、その時も言ったけどさ、ポジティブな言葉と、うん、ネガティブ、ネガティブな言葉がね、うん、共存してるじゃないですか。はい。どっちを取りゃいいんだっていう。そうだよね。しかもさ、うん、ネガティブな言葉をつけられた花にとっちゃさ、うんうん、すげえいい迷惑だよね、うん、大迷惑だよね、うん、でもあったじゃん、なんかあんまり言えないぐらいの花言葉みたいなさ、なんかその後番外編みたいな、なっちゃうけど、うん、でもね、こうやって話せないけど、すごい言葉いっぱいあったもんね、調べていくとね。うん、なんだそれっていうね。ちょっと調べてみましたよ。はいはい。まあ、いくつか説があるんですけど、うん、まあ、由来はギリシャ・ローマの神話時代だという説と、うん、ほう、まあ、これは一個の説なんだけどね。もう一つはね、一番初めに花言葉がつけられたのはいつなんだっていう、うん、うん、引き金になった事件、うん、事件、事件じゃない、事件があるの、うん、1600な、あれ、頑張れ。大丈夫だ、自分らしくいこう、うん、頑張るぞ。大丈夫大丈夫大丈夫だって、うん、1600年代に、おお、コンスタンチノーブル、現在のトルコのイスタンブールで、うん、花言葉がつけられたのが最初です。いや、1716年にレイディ・メリー・ワトレ・モンタグーという人によってイギリスに伝えられた。Oh, yeah. うん、その後フランスで英語名 The Book of Language Flowers という本が発売され、800以上の花言葉が発行されてから世界に広まっていったようです。 Thank you。 あのほとんど内容入ってこない、全然入ってもらった。いろんなの邪魔して、うん、そう、要するに、要するに、うん、要するにね、18世紀かに、うん、にイギリスに伝えられたんだけど、うん、初めはトルコで、うん、イスタンブールで花それぞれに言葉をつけるってことは行われたみたいですよっていう話。うん、なんだって。じゃ誰とかどのようにしてとかっていうのはあまりわからないんだね。うん、だその後はイギリスでみたいよ。
はあ、イギリスさんですか、うん、起源がねそんだけ分かってもね、誰がその花言葉で遊んだのかって、なぜ、うん、なぜその言葉がついたのかとかね。そうだね、そうだよね、由来だよね。俺もね由来を知りたかったんだけどね、うん、やっぱりなんとなくそうなっていったみたいな感じだよねやっぱりアバウトなんだね、うん、まあでもそうだね、うん、そうだよね。それぐらいに捉えればいいってことだよね、別にね、うん、そう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 、別にそんな花言葉がこうだからって言ってさ、うん、実際そんな選ばないしね花をね。そうそう、だから見た感じだよね、うん、あと好きな花とかさ、だからやっぱりオリーブってことでしょ。ちょうだいちょうだい、足りない全然全然全然だから、うん、オリーブってことでしょ、うん、だからさ、うん、なんだろうな、それは何か意味が含まれてるの。欲しいよもっと。オリーブの花言葉は、うん、平和。あ、結構ちゃんとしてたね。ちゃんとしちゃったね、うん、ちゃんとしちゃ、うん、なんだろうな、なんだろうな、なんかムカつくな三角さんの三角コーナー、今日はここまで。